しんちゃん。もう将来、もう将来、こげっちゃ、こげっちゃ、デッドランド、デッドランド、周期砲、周期砲。真空破壊、攻撃装填、攻撃装填、意味があるはず、火炎レック、火炎レック、らしいな。月波絶頂剣、魔王演劇派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 、攻略断じ負けられないんだ。魔王演劇派、剣を滑る覇者の証、魔王百滅鬼。情けねえ。僕にもやれるんだ。おい、なんか落ちてるぞ。しかし、あ、本当だ、メガネが落ちてるよ。誰の落とし物だろうね。メガネを落としてそのままでいられるなんて、ルカみたいな短老バカさんね。いくら僕だってメガネ落としたら気づくよ、多分。そうだルカ、あんたこのメガネかけてみなさいよ。
少しは頭がよく見えるんじゃない？ダメだよ、そんなの落とした人に悪いよ。ごちゃごちゃうるさいわね。かけなさいっつったらかけるのよ。あら、案外似合うじゃない。でもお坊ちゃまぶりに余計拍車がかかったかしら。案外似合うとは随分な言い方ですね。メガネが必要ない方のらしい意見ではありますが。ちょっとルカ、その口調どうしちゃったの？別にいつもと何ら変わりはありませんが。何か？ちょっとコーダ、これ一体どういうこと？コーダもわからないぞ、仕返し。おや、こそこそと私の噂話ですか。いや、困りますね、本人を目の前にして。なるほど、今度は置き去りですか。これはなかなか楽しみがいがありますね。おや、ここも外れですか。困りましたね。仕方ありません、本国に申請してスペアのメガネを取り寄せますか。どこに忘れてきたんですかね。年は取りたくないですね。